どんどんいきますよ。次に使う道具、こちら小さなボールです。猫は動くものを追いかける習性、狩りの本能を持っています。次の猫にはこのボールを獲物に見立てて狩りの様子を披露してもらいましょう。さあ、それでは皆さん、あちらの坂の上にご注目。やってみましょう。ウーロン、さあやってきたのはベンガルのウーロンハンティング大成功。一瞬でしたよね。では皆さん、もう一度ウーロンのハンティングをお見せいたします。今度は跳ねるボールはアンキーできました。さて次はレベルアップです。今度はこの棒を使って空中を飛んでいる獲物を再現します。これをウーロンに捕まえてもらいましょう。さあウーロン、獲物とは反対側。おっ、こっちこっち、そうそうそう、来た来た来た。さあウーロン、一度もう一度、